やめろやめろもうやばいの表情見ろおばあちゃん。ちょっと待って、カッコつけんだよヤバい。 お前そうだったの、熟女好きだったのか。まあそういう人もいるよね。うわ強っ、パールの使い手だな本当に。確かにこいつ本当に何考えてるか分かんねえな。いいセンスしてるぜ。俺はピチピチの美女が好きなんでな、お前とは結託だ。結託じゃねえ、開拓だ。あ、どれだ。ここは病のよし、行こう。とりあえず行こうか。俺たちは完全にアウェイってわけだな。そういうことね、まあいいや。アウェイでもノーウェイでもノルウェイでもいいよ。さあどんどんやっていこうか。防御力が上昇、なんで上昇したかわからんけど、ヤッホー。あ、待って、フレーム間違えた。まあいいか、フレーム全然見えない。いいところ、トミーのいいところが全然見えてなかった。水か、こいつの弱点水だ。水だ、みんな切りつけ、シャキーンと。パブリーシェイク、ちょ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 、短パンだからだ、短パンだからだろ。引きずりなきゃ、俺ガードできねえんだよな。待って、呼べるんだけど。え、呼べる。え、多分一発だこれ。え、どうしよっかな。いやこれ5000ドルここで使うのはな、やろうぜ。え、どうしよう。え、使いたい。え、使っていいかな。え、ちょっと使ったい。ちょっとまあ後で金稼げればいいもんね。じゃあ風味いっちゃう。みんなみんな待ってたよね、風味エボリューションのこと。呼ぶか風味、頼むぜ。5000ドル払ったんだからな、期待するぜ。行くぜ。はい、バリバリハッパー、フーミーエボリューション、デリバリー出てこいや。行ってこい、フーミー、お前の強さ見せてくれ。フーミートルネードエボリューション。お、お、風が来てる、風が来てる。うわ、耐えられるかな。行け、フーミー。これは撮影中か。おおおお、すげえ。ちょ、もうみんな飛ばされてる。うわ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 、すごい。おい、ナイス攻撃。フーミー、フーミー、あはボードエボリューション。強い、フーミー強い。よくやった、フーミー。そろそろ本気出してよ。え、親父、どうぞ。何飲んだ。そうだね、お酒飲むと強くなるパターンか。本気出す。あ予想外だ。予想外だろ、こういうの。俺も予想外だ。俺も予想外なんだよ。フーミーエボリューションまさか呼べるとは思わなかった。ここに来てまさかの初読み、しかも強い、しかもめっちゃ多かった、長かったな、あの映像。嬉しいよ俺。うわ、なにこれ、なにこれ、あー、ぶねー。本当に前よりさっきと違うんだ。うわ、強っ。差し入れ、はい。ババア何やっとんねん。おい、やめろよババア、待って、強い強い、待って待って待って、結構ピンチ、結構ピンチ。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしようかな。防御力、防御力、抵抗、あ、これ行こう、これやれ、これやれ。南部さん破壊光線、よし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 、ナイス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 、行くぜ。これこれ強いんだけど、ガードできないじゃん。ちょっとなぁ、これ強いわ。で、鋼のミント3回攻撃、1回2回3回。うわぁ、待って、ババアやめろ。ほら、いっぱいやる。おい、ババア、俺の攻撃全部回復されてんだけど。いけ、バイオレース。あー、山下さん、ここが気持ちいいんでしょう。頑張りますか、南波さんからと。よいしょー、いい感じいい感じ。なんだ、な、何その気持ち悪い行動。
お、入っちゃった。いや、入るんかい、入るんかい。え、ただカッコつけただけかい。おい、ババアにいいとこ見せんな。なんだよお前、ババアにちょっと中二病でいいとこ見せたかっただけじゃねえか。何、防御力低下した。お前も低下してんのお忘れなく。まずいぞ、構えられた。中二病なんよ。病ってやっぱ中二病なのかもしんない。こいつめちゃくちゃ中二病だと思うわ。ショッキングパフューム。はい、攻撃力低下させていただきます。よし、封印解除。ここからが俺の時間だ。一番朝倉流バンド。だってもう勝てる、もう勝てるでしょ、もう勝てるでしょ。熱い視線。おい、やめろそれ。待って待って、それはない。おブルー、え、どうしようどうしようどうしよう。え、これいける、これいける、もういける、いっちゃうよ。カウンターすんだよお前。朝倉流パウンド、よっしゃー。勝った、強ー。上昇上昇、また成長しちゃった。ぐっそ強かったわ。大人の渋みが出てきたぜ。何言ってんねん。俺もまだ若いね。いや、若くねえよ。ああ、なんとかった。もう一遍だけ言うぞ、キリュウさんはどこにいる。教えろ。知らねえっつったらどうする。は、な、どういうことだよ。俺が力ずくで聞き出しますよ、ヤマイ。どういうこと。え、トミゾはお前できんのか。これ以上手下の前で恥かきたくなきゃ、やるべきことは分かってんだ。そうだぞ、おもらしさせた男だぞトミーは。恥なんてとうの昔に捨てて。嘘つけ、おもらしの写真言ったら絶対言う、言うでしょ君。手に持ってんのは飾りか。行くかトミー。お、行くか。トミー、トミー、またおもらし作戦か。やめな。え、キリュウさんって人なら無事だよ。おい、おい、おばはん。おい、でも組長さんに手を出すならこの先は保証しない。なんなんですかあなた、本当にさっきから。え、無事ならいいけど。なんだよ、案外人望あるんじゃねえか、あんた。本当だよ。はあ、いい女だ。俺はああいう人と初対持ちたかった。え？いいんじゃない？本気なら今からでも遅くないですよ。マジで足立さん。そん時は応援してくれ。そうだな、年的にはそうか、一緒か。何言ってんねんお前ら。え？帰るよ。お客が来た。お医者さんっぽくない？キリュウさん、キリュウさん、よかった。大きな声出すな、寝返しといてやれ。え、あんたらキリュウさんを見てくれてたのか。どういうこと、どういうこと。組長さんに言われてやっただけ。は？病に？この人は組長さんの憧れの存在なんだってさ。病だ。運び込まれてきた時からずっと眠ってる。え？怪我は大したことはないが、内臓が弱りきってる。やっぱり相当無理してたっすね、キリュウさん。キリュウ。ここじゃ応急処置くらいしかできん。仲間ならさっさと連れて帰れ。病のやつ、こんなことだったら俺らとやり合わなくてよかったのによ。本当だよ。うん、けど病も茜さんを狙ってたんだろう。まだ彼女を追うつもりなら話は別だ。病、どういうことだよお前。いや、病、病、あんた、アカネさんのことはどうする気だ。アカネってのは例のばあさんのことか。そうだよ。ばあさんって言うんじゃねえ。いや、そうだよって言っちゃった。ごめんなさい。あんたはなんでアカネさんを追ってんだ。
ハワイの裏社会がこぞって探してるからだ。いや、やっぱ何も聞かされてないんだ。どんな価値かは知らねえが、そんなもんは手に入れてから確かめりゃいい。病何も知らされてないよ、お前。そんな理由かよ。ハワイに来てだいぶ経つが、俺らはまだ売り込み中だ。バラクーダとガンジョーからは随分下に見られてる。だから連中が奪い合ってるもんを先取りできりゃ、そこでようやく交渉のテーブルにつける。そういうことなんだ。交渉？格好つけた言い方してるけど、要は茜さんとラニちゃんの命と引き換えに利権が欲しいって話でしょ。ああ、それとはこれとはまだ発に違ってくんな。連中が狙ってんだ。ばあさんには追われるだけの理由があるんだろう。だがラニってのは何のことだ。少し安心して。それを知った上でのことじゃなかったんだ。病何も知ってないやん。説明させてくれ。信じるかどうかあんた次第だけどな。え、ワンチャン。あれかなの代表が真の支配者でラニってガキを狙ってるか。確かに出過ぎだけどね。病作り話にしちゃだいぶお粗末だ。信用してくれるんだな。富沢の件にしろ、桐生の件にしろ、お前は嘘が上手じゃなさそうだ。はい、バカは嘘が下手なんです。それに連中がばあさん一人を血眼になって追っかけ回す奇妙さにもやっと納得がいった。ばあさんって言うな。ばあさんの件からは手を引く。おい、ばあさんって言うんだ。だからガキを食い物にするほど金に困っちゃいねえ。やまい、マジ。え、キリュウが目覚ましたらさっさと出て行け。ちょっと、え、いいやつ。うちの島にちょっかい出さなきゃお前らとはこれっきりだ。嘘嘘。ああ、ヤマイ、最後に一つ言わせてくれ。嘘でしょ、ヤマイ。ああ、キリュウさんのことを手当てしてくれてありがとうございます。恩に着る。そうだよな。死体の首取っとって何の看板にもなりゃしねえってだけ。これがバラクーだったって考えると怖いもんな。俺の中じゃあんたは男ぶりをあげたぜ。ま、あんたには何の足しにもならねえだろうがな。ああ、まったくだ。やばい。いいやつ。何？はるかちゃん。私は桐生一馬の家族です。はるかちゃん？おじさん、はるかちゃん。うわ、かわちい。あっ、一番最初のはるかちゃん。家は、お前家がないのか。キリュウの記憶か。これ欲しい。黙って出てきた。お前孤児院にいたのか。じゃあお前。え？いたぞ、あのガキだ。捕まえろ。あれ？絶対に逃がすな。これランニちゃんってことじゃない？よせ。怖っ怖っ怖っ。おい、よせ。アカネさん、ランニちゃん。その子に手出すな。やっぱり知ってたんだ。キリュウさん、もう大丈夫です。ここは安全ですから。カスガ、キリュウ大丈夫？キリュウ、大丈夫よ。何があった？病と手打ちをしていろいろ話しました。あいつらは何も知らずにいたんです。ハワイの裏社会が茜さんを追ってたから彼女を探してたってだけで。
他に新しい情報はありません。今もまだ茜さんとラニがどこにいるかは。そうか。うん。あとは俺らに任せてください。うん。桐生さんの体はもうこれ以上の負担に耐えられません。そうだね。みっともねえとこ見せちまった。だが全部承知の上だ。もう大丈夫だ。え、まだそんなこと。桐生、どう見たって大丈夫なんかじゃないでしょう。やだよ桐生さん。回復しよう。一旦私は昔看護師をやっていました。そのことを踏まえて聞いてほしいんですが。先が長くねえことは分かってる。だが俺にはやるべきことがある。桐生、ラニや茜さんを救うことですか。あなたには無理です。何？日本に帰国して回復に努めてください。さもなくば春日さんたちの足手まといに。うわ、桐生が足手まといとか言われる日が来るって嘘だよ。私の任務は茜さんを一刻も早く保護することです。客観的に言って、今のあなたがここに残れば任務に差し支えます。春日さんたちにいらぬ負担をかけ、茜さんの捜索を遅らせかねない。結果的にラニという少女を危険にさらすことになる。言い過ぎだろ花は。それは本意ではないでしょう。ラニと沢村遥を重ねているあなたにとっては。沢村遥。一番知らないのか。桐生さんにとって娘同然の存在です。もうほぼ娘だ。100億の少女と呼ばれ、大人たちの欲望に翻弄され続けた。桐生さんが守っていなかったら、きっと誰の目にも触れず闇に葬られていた。いや、そうだよな。ラニの境遇は私の目から見てもかつての沢村遥と重なるところがあまりに多い。桐生さんが強くこだわるのは理解しているつもりです。しかし今のあなたのコンディションでは人を救うことなどとてもできない。そんなのは元看護師でなくたって見ればわかる。もうその辺で。やめろお前本当に。桐生さん、言っていいことと悪いことあんだろ。しばらく休養してください。難波も帰国に着きそうと言ってくれてます。茜さんのこともラニのことも必ず何とかします。俺だけじゃありません。足立さんもじいちゃんもトミーもエイちゃんもいます。うん、うん、だからここは俺たちに任せちゃくれませんか桐生さん。情けねえな。てめえより若い連中にここまで言わせちまったか。俺は桐生が一番悲しそう。これ任せるか。俺はどっか人に頼るのを怖がってたのか。そうだね、今までがずっと自分でやってたからな。怖がる？桐生さんがですか？ずっと一人で言ってたもん。自分でも今初めて気づいた。長生きはするもんだ。違う、キリュウ、もっと長生きをするんだ。ええ、そうですよ。もっと長生きするんだ。分かった。すまないが、茜さんとラニのこと頼むぞ。カスガ、みんな。当たり前だ。はい。ああ一番。キリュウさんのことは任せとけ。一番、お前は今日ずっと大変だったんだろ。少しは休め。ナンバー、ありがとう。ちょっと今日休む。お前ウォントどこにいたん？ずっと。お前ずっとここで座ってた？こんなに大事な時に。ふざけんなよウォント。トレイ心細すぎる。寂しい。キリュウさんが抜けるのは正直寂しいし心細いけど、この先は私はやらなきゃだね。そうだね、じいちゃん。そうだね、キリュウさんに重荷をね背負わせちゃダメ。
俺らが何とかできるという証拠をね、掴めさないと。キリュウのことは難波に任せは心配ないさ。俺はなんていうか、まあ初めてのハワイの夜をどう過ごしゃいいのか考えてるとこだけど、キリュウがあんな状態だしな、もう不謹慎ってことな。そうだな、今日休むよ。ちょっとな、今言おうとした、お不謹慎というか空気読めって思ったけど、ちゃんと自分で思ってんなら、うん、セーフ、ギリギリセーフだ、足立さん。うん、おう、話は済んだみてえだな。今日上がりにするか。まあ出かけるってのは付き合うけどよ、足立さんが入って新パーティーになったしな。まあでも明るくやるのはいいことだよな。桐生一馬、命かけて病たちを食い止めてくれた。彼も命の恩人の一人だ。本当に感謝している。命の借りは命で返す。今私にできることは少ないが、復権後は最高の医者を手配しよう。なとてめえ、よろしくな、よろしくな、ほんと頼むぞ。ケイちゃん、あ、ケイちゃんって言ったらエイちゃんね。大変ですね、春日さん。でもすごいですよ、あっという間に桐生さんを奪還して。私も後方支援ですけど、あかねさんやラニちゃんを探すお手伝いしますから。大丈夫エイちゃん、本当にずっといるだけだよここ。桐生さんは明日日本に帰国させます。もちろん南波さんの航空チケットもこちら手配させてもらいました。ここは引き続き自由にお使いください。あかねさんを探すのが春日さんの目的である限り、我々の利害は一致しています。まあ花代の言ってることは一個正しいか。休む、いや一回外出よう。もう遅いし、今日は、まあ、強制的な休みなのね。なんか気まずい、なんか一人だけヤッホーって行こうとしたら確かに気まずい。俺が一番空気読めてなかった。寝ましょう、明日もあるしな、休もう。キリュウさん、キリュウ、茜さんとラニを見つけたら俺にも知らせてくれ。うんうん、もちろんです。うん、胃の一番にお知らせしますよ。うん、もちろん。え、拍手、あ、キリュウ、絶対やります、絶対この一番。お体大事にしてください。そして俺バカおじ頑張ります。じゃあまたな一番。ああ、ナンバーありがとう。ああ、いやちょっと待った、一ついいか。なんだ。あ、うん、なに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 、お前ハワイ来た途端、ちーちゃんなんか捕まえやがって。おい、空気読めねえな、お前。さっちゃんのことはもういいのか、この野郎。おい、違うだろ、場面場面。そんなんじゃねえって、ちーちゃん、下手すりゃ二回りも年下だぞ。それがいいってこともあんだろうね。ナンバ、俺は全然ありだぞ、ちーちゃん。おー、気持ち悪い。たく、ナンバ、せっかくハワイ来たのに、こんなバカ話する暇もなかったね。悪いと思ってるよ。まあ、確かにな。まあいいって。そうだよな、空気読めないのがナンバだからな。頼んだぜナンバ。おう、それじゃあな。そうだよナンバ、こうじゃなくっちゃ。懐かしいわ、そうだった、忘れてた、 KYGG だった。キリュウさん絶対やるから、絶対頑張るから俺。だから日本で、日本で見てて。道島の竜に後を託されちゃった。やるしかねえよな、一番。重大だね、一番。ね。嬉しいな、一番。けど、やってみせるさ。期待に応えてやるよ。それで、何か茜さんたちを探す当てはあるのか。ないか。また動画上げてコメント待つってんじゃねえだろうな。あれも悪い手じゃなかったろ。まあ確かにね、今この瞬間にだって茜さんからメッセージが来るかもしれねえんだ。うんうんうん、茜さんが所長をやってた養護施設があってよ、そこはパレカナが運営してんだ。はいはいはい、そうそうそう。じゃあそこに行けばパレカナの人間と接触できるわけか。でも知れ渡ってんじゃない。もう行ったことあるけどね。これ行けるのかな、安全地帯で。その時はまだブライスの正体を知らなかったけど、
手がかりはなかったよね。なかったね。それにあそこの人たちがギャングなんかと関わってるようには思えない。うんうんうん。とはいえ今んとこ心当たりがあるのはあそこだけだからな。まあ確かにな。また行って確かめるほかね。うん、わったよ。現場百遍は捜査の基本だ。現場百遍？どういう意味？ごめん、どういう意味？キリュウと生が仲間から離脱しました。そうか、離脱しちゃったか。そうだよな。まあ行きますか。じゃあそれとさ、今マップ確認したんだけどさ、見て、マリアンと話をした愛と罰解放されてます。ちょっと行っていいですか。やっぱこのイベント早く終わらせたいです。なんかやっぱこう引っかかるものがあるんでね。ザック、あー遊んでる遊んでる。お、あれはザックとマリアンの子供の帰るか。ザック、よ、一緒に遊んでるんだな。お、あ、ガスガさん、そうなんです。マリアンに出かけてる間面倒を見てほしいって頼まれましてね。かわいいもんですよ。出かけてる間か。あ、この前のお兄さん、こんにちは。お、ああこんにちは。ちゃんと挨拶できてエロいな。大変な奇遇なんだろうけど、こうしてみると普通の可愛い子供だよな。そうか、二人はもう会ってるんだね。そう、うん、ママのお友達だよね。ああ、ところでマリアンはどこに出かけたんだ。さあ、夜までには帰るから遠くの公園で遊ばせてほしいって言われて。遠く？ちょっと怪しくない？悪い、俺用事があったんだ。もう行くな。帰る。ザックと仲良く遊ぶんだぞ。うん、怪しいな。ママモテモテだね。ザックも頑張らないと。何言ってるの、帰る。冗談だよ。あ、待てー。いいね、なんかいいじゃん。家族愛を感じますもん。あの笑顔くむらせるにはいかねえな。ちょっとマリアンの家のあたり行ってみるか。マリアンの家のあたりって、マリアンの家わかるの？どこマリアンの家？あった、ここか。オッケー、行ってみよう。よし、着いた着いた。あ、いた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 。マリアンだ。話をしてるの？警官？ん？え？自首しているって感じはなさそうだな。警官に渡してるの？金か？はいよ、ご苦労さん。最近また観光客増えてきてるし、次からもうちょい増やせんじゃないの？なあ。またこ、ほんとにハワイの警察こういうのばっかな。もう警察じゃないじゃん。じゃあダニー、もうこんなことやめたい。うん？あ？誰かを傷つけながら生きていくなんてもう嫌。これまでのことをすべて償いたいの。何言ってんだお前。だからこれから私自称しに。何を言い出すかと思えば、くだらねえ。誰かに何か言われたのか。これ以外の生き方を知らねえくせに笑わせてくれる。それに誰のおかげでこれまで飯食えてえと思ってんだ。俺が見逃してなかったらとっくにのたら死んでただろう。その恩忘れたのか。だからこうしてずっとお金を渡してたんじゃない。そうだ。そしてこれからもな。もし辞めるってなら俺が真っ先にお前を逮捕してやるよ。まあそうなったら二度とあのガキには会えないだろうがな。なんてやつだ。それでもあの子に恥じない親でありたい。私はこれから警察署に行って全てを話すわ。だからもうあなたと会うのはこれが最後。そうかい、なら仕方ない。嘘だろ。市民のために汗水流して働いている警察の俺と、詐欺と売春を繰り返してるどん底の女、みんなはどっちの言うことを信じるんだろうな。お前の言うことを信じるやつなんてどこにも、ここにいるぜ。ん？あん？ずっと引っかかってたんだ。ハワイは買収の取り締まりが厳しくて有名だ。なのになんでマリアは長い間ずっとこんなことをやっていたんだろうな。ってな。たまたま運が良かったのか、裏で糸引いてる胸くそ悪い奴らがいるのか。ようやく答えが分かったよ。あ？なんだてめえ。その銃を下ろせ。そして二度とマリアに関わるな。カスガさん。ふっ。
お前ら仲間か。ならもういい。めんどくせえ。お？なんだ？大丈夫だよ。社会のゴミが消えたところで、この町中誰も気にならないんだ。ここでまとめて死ねえ！ふっ！このクソ警官か！はい。マリア、見ててね。見てて、マリア。こいつ、胸クソ悪いからさ、俺が、こいつの、すべてを、オッケー！弱っ！弱すぎー！弱いな、てめえ。ちくしょう！さっきあんた、マリアンを信じる奴はどこにもいねえって言ってたな。確かに彼女がやってきたことはお世辞にも褒められたもんじゃねえ。でもな、言うぞ。たとえ間違った道を歩んできたとしても、それを報いて償おうとする気持ちを持ってんなら、俺はそいつの背中を押してやりたいと思う。女からせこく金をもらって銃突きつけくれるようなダッパツアップってこういう感じあった。女からせこく金もらって銃突きつけてくれるようなクソ警官よりもよっぽど信じる価値があるぜ。そして罪を償うのはマリアンだけじゃねえ、お前もだよ、汚職警官。ん？何？え？ナイスタイミング！これは一体どういうことだ？お前がやったのか？いえ。違います。この人は私を助けてくれたんです。この警官から、この青ひげ警官から。何？私は詐欺や売春をするのを見逃してもらう代わりに この人にお金を渡し続けていました。でももうこれっきりにしたい、自首したいって言うと、この人は私に拳銃を突きつけて、これからも続けるようにと強要してきた。それにこの人に助けてもらったんです。はい、逮捕。本当なのか、ダニー？ああ、なんということだ。とにかく詳しい話は署で聞かせてもらおう。あなたも来てもらうからね。はい。マリアン偉いぞ！マリアン！なあ。それなんだけどよ。ちょっとだけ待ってもらえねえか。最後に家族と話す時間だけ作ってもらいたいんだ。心配しなくてもマリアン逃げたりしないさ。頼む、信じてくれ。うわあ！警察！捨てたもんじゃない！長くは待てないよ。かっこいい！捨てたもんじゃねえな、ハワイの警察も。ガスマさん、あんなひどいことをしたのに、うん、助けてくれて本当にありがとうございました。マリアンの声ってセクシーだよな。うん、大丈夫。これ、お礼の気持ちです。何？本当はお金で返せたらよかった。いいよいいよ、全然気にしないで。プラチナの皿？いや、聞いたことない。金しかない、今まで。ありがとう。高級フリーペーパー？読むと現在の状況の経験値を得ることができる、ちょっとフリーペーパー。わあ！帰るのこと、よろしくお願いします。うわあ！そんなにかしこまらないでよ。僕が言い出したことだし、仲良くやるよ。ザック。だから、君はしっかり償っておいで。うん。ありがとう。帰る？うわ。ママ、どうしてもやらないといけないことがあって、うんうん、あなたとしばらく会えなくなってしまうの。悲しい、これ。それまではこのザックお兄さんのお家でいい子にして待っていてね。待てる？帰る？わがままなママでごめんね、マリア。うん、ママ、今までずっと僕のために頑張ってくれていたんだよ。カイル？カイル？本当にありがとう。僕なら大丈夫。ザックと一緒にママのことずっと待ってるから。何これ、強い子。だからママはママのやりたいことしてきてよ。マリアンの血筋めっちゃ受け継いでるやん。ごめんね。ありがとう。ママ必ず帰ってくるからね。マリア、いや、かっこいいな、お前。警察よ。ママが帰ってくるまでにいっぱい頑張ってかっこよくなって驚かせてやろうな。うん、
ザックもね。ザックも。だってザックも頑張ったら僕のパパになれるかもしれない。うわあ！カイル、何を言い出すんだ。別に僕はそんなんじゃ。おい、そんなんだだろ。一番強いのはカイルだな。待ってくれている人がいるってのは幸せなことなんだぜ。ああ。しっかり償って早く帰ってこいよ、マリアン。そうだぞ、マリアン。いつでも待ってる。うわあ、マリアン！みんな見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録はこちらから。ネクスト、次回のお話はこちらから見れるよ。またね。